着いてくるね。ああ、今日も仕事か。うん。あ、そうか。何？いや。変なの。じゃあ行ってくるね。ああ、行ってらっしゃい。いつからだろう、娘と普通に喋れなくなってしまったのは。東京に行くと言い出してからだろうか。明日東京へ立つ娘に俺は何をやっているんだろうか。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹、そういう関係が家族だったり、私は小さい頃にお母さんを亡くしてお父さんと二人、あれから家族でこの神社に来ることはなくなった。明後日から私は家を出て東京に働きに行く。このまま家を出てしまっていいんだろうか。待ってくださいよ。どうした。ちょっと待ってくださいよ、取引先の資料まだ整理してないのに行っちゃうんですから。あれ、俺だけじゃなかったっけ。何言ってんすか、課長が一緒に来てくれって言ったんじゃないですか。あれ、そうだったか。お願いしますよ。大丈夫っすか、最近いつもぼーっとしてますけど。あー、ごめんごめん。あ、もう無理しないでくださいよ。ちょっと車取ってくるんで、ちょっと待っててください。お父さん？ん？このお守り、楓が大きくなってお家を出るときにまた買ってあげてね。え、なんで？楓との思い出はよくここへ散歩に来たことなんだ。何言ってんだよ、思い出話なんてするなよ。これから絶対良くなるんだって。
っといいことあるから。よし、もう少し歩こうか。うん。ありがとう。いや。寒くないか。すいません。はい。すいません、お待たせしました。え？お父さん？お前、何やってんだ、こんなところで。仕事？お母さんがそんなこと言ってたんだ。それより、なんで巫女なんだ？え？まあね。お母さん、ここ好きだったじゃん。あ。お母さんが死んじゃってから、二人で来ることもなかったし。そうだな。なんかあれだな。とりあえずお参りでもしていくか。楓、どうした？お父さん、覚えててくれたんだね。まあな。ありがとう。え？ちょっとお父さん。見るな。あはは。え？正月くらい帰ってこいよ。何言ってんの？当たり前じゃん。